と止まりました。電波ケースの中、光が離れます。再生完了。スタートしました。きれいに揃いました。照明さんの周りの鉄砲争い、間から5番のシャッター電池を押し出されていきますが、その内からは4番のバスネットライオンが並んでいきます。2号の後ろは2番ですが、それから11番のアンタスピード、8番の1回目から4番で、内から2番のお寺にが並んでいきます。あとは鉄砲広がって10番の下の間9番の白番バーキー、相手から7番のアンブレゲント、1号のアルカールです。オーナーは4番のバスネットライヤーと書きました。1番のリード、2番の5番のシャッター電池、あとは1番審査、内から2番のロジラの3番目、その横に並んでいく11番、アンタンフィール、これから向こう上列です。2頭の後ろは1番審査、1目から10番、バスコラ接近、3番審査、8番審査、3番審査、7番のアブールレジェンド、その横に並んでいこうという9番、ショーガンバーキンと6番のアイコンガーラと固まりました。後ろは3番審査、3番のマルティ、最高峰はポツンと1頭、1番のテイエムライオネス、かなり置かれています。向こう上列の中間を通過して3コーナーに入ります。800を切って4番のバスネットライヤー先頭です。体半分のリード、2番には5番のシャッターデイジー、あとは半分の仕込みに11番アンスタンフィー、その内から2番のロゼラに並んでいって600を追加、2頭の仕込み1番審査10番のマシュマロ、その内は1番審査9番ショーランバーティーを追ってながら6番のサイモンカーランの追走で4コーナー